あ、来た来た話し切られましたよ。はい、すいません、脱線して皆さんお待たせしました。来ました。はい、午後1からデコ1に戻ってまいりました。おお、すごい。で、これは何でしょうか。 LINE ですね。これ LINE でございます。秋安川田さんかな、 LINE 投稿でございます。いらっしゃるかしら。綺麗ね。どこで撮ったんだろう。あんまりお見かけしないよね。はい、高崎市内かもね、こんな住宅街だから。うん、SL 水上用ですかね。いらっしゃらないね。どうでしょう。お、これは近鉄か。お、火の鳥ね、火の鳥ね。これひろきさんです。いいな。乗りましたか、あやんは。まだ乗ってないんです。乗ったことないね。うん、八王さんも乗ってない。乗ってないです。これからだな。これからって言うとなんかいいですね。いい言葉ですね。これから乗りますって、まだ乗ってない時のこう釈明に使えますね。だから素晴らしい、羨ましい。はい、綺麗。ま、すごい、ま、これおお、渋い渋い。これじゅんさんです。じゅんさん、これどこで撮ったの。長野かどうかかな。ね、M52 かっこいい。あ、こういうのも好きですか、アヤンは。好きです。あの、なんか九州とか行って思うのは、こう味のあるこういうフォルムの、なんていうんですか、車体が多いじゃないですか。うんうん、見ていてかっこいいんですよね。長崎行く車両とか真っ黒の、かっこいいなぁ。ツバメとかね、カモメとかかっこいいですよね。うんうん、これ首輝きのかな。アナパーさんとかね。うん、アナパーなんか、これですよね。あららら、これ三つ明さん。三つ明さんです。三つ明さん、これ一畑電車ね。レールウェイズの第1弾の時の舞台になったとこですね、ここって。島根のあの宍道湖のあたり走ってる一畑電車ですね。ね、私あの3日後か4日後出張で行きますよ。乗れたらいいんだけど、休み時間。休み時間いいな。宍道湖のなんか美味しいお店とかあったら皆さん教えてください、ちょっと。なんで急に東に来たんだ。110系これ MSMNJR さん。おい、早く、どこで撮ったんだろう。今東日本だとどこでも結構これ秘伝家のとこ見れますので、ぱっと見わかんない。かわいいですよね。僕はこういうのかわいいですよね。八高線とかも走ってますもんね。あ、八高線だ、ほら。あ、八高線説、ね、これなんて読むんですか。高流って言うんですか、これ。この N ゲージ持ってる。どこだろう。秘伝家の主とコメント来てます。また西日本の秘伝汽車と機動車とはまた顔違いますよね、東日本は。本当だね。いいですね。あ、九州来ましたね。大牟田。これセミ海星さん。セミ海星さん、大牟田行きだから鹿児島本線ですね、これは。いいな。貝塚とかも多分これ通るんですよね、今後駅できたら。ね、なんかね、通りそうですね。そう、ね、ね、ね、ハッチがだって九州で、ね、行くって言ったらこういうの乗るんでしょうね、多分ね。あ、これは乗らないかもしれないですね。特急がメインですもんね、多分ね。ああいう切符は。今週末ちょっと九州の方行ってこようと思うので、私も。貝塚はちょっと今回行かないんですけども、他のところでちょっといろいろ見てこようかなと思っています。素晴らしいですね。九州は分かるけどどことコメント来てます。これどこやろね。送る。しかもあれですよね、いかにも九州の最近のじゃなくてこの激渋の811ですか。撮ってくるところになんかあれがありますよね、糸が。
ほぼほぼミティでしょ。これのデザインミティ先生じゃなかった。あ、水戸岡英二さんですか。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。ミティって一瞬誰って思った。一回も面識ないのにすいません、あの面識があるような言い方してすいません。失礼しました。あ、貝塚も通ると先の。で次は東日本に来ました。これは T さんです。 T さん美しいですね。え、こういう機関車系もあやは好きですか。音が好きです。音すごい渋い視点ありますね。ダンダダンダダンダンガタンガタンの音も好きですし、あと今日西鉄とかも、うん、やっぱ普段のこうなんだろう、地元とかで聞く車両は結構もう兵庫大阪なんで、そういうなる静かなんですけど、やっぱり遠くにいてもあ電車来たなとか、うん、待機する時の音とかもすごい聞こえるんで、わいいなこの音と思って、あの BGM にして歩いてました。BGM すごい。え、電車沿いなの？あやんって。あやんって電車沿いに昔から住み慣れてたの？あーでもおばあちゃん家とかはそうやったかもしれない。何線、おばあちゃん家は何線が近いんですか？ JR だと思います。シビーなー。いやそれはすごいわ。すごい、みんなから音鉄だっていうことでですね、喜ばれてますね。すごい、はい、ブロワーね、シェルンさんとかブロワーね、この時代はね、ブロワーがね、あーっていくね。静馬さんも音ロマネされてますね。いいですね。あ、次小田急ですね。これが結城トーマスミラーさん。長い名前です、うん、これね、60代のおじいちゃんはこの小田急って言ったらこれです。あ、これですか。これが小田急です。これザ小田急ですね。これの一本前もそうなの。綺麗ですね、美しい。もう全体がこうやってアイボリーに塗られた車ももうこれぐらいしかないと思うんで、まあ、ステンレスですよね、今他の車両は大体。あ、セーブだ。これ、お、今今系今西さん。今今系今西さん。これ52席の私服っていう西武鉄道で走ってるレストラン列車になりますね。まあいいな。いいね。秩父と池袋ですかね、うん、運行してるの。私これね、関係者乗車で、ひばりが丘ぐらいでもう酔っ払っちゃって。秩父に着いたの覚えてないわ。え、関係者なのに酔っ払ってていいんですか。すいません。言うんですね。ちょっとでもバカんでるね。やっぱこの秩父のこの山越え、この山越えがいいんだよねとか言ったの覚えてるんですけど、なんかもうあの関係者から死ね、全員死ね、 お前絶対死ねって後で怒られました。コメント欄でそらいろさんが困惑されて、すいません。あとゆうたさんからお叱りの言葉が来て、みっちゃんさんも林さん、もうやりません、もうやりません。フラマさんはのまのまイエイと、はい、もうやりません、もうやりません。お、これカズトレさんです。カズトレさん、これあれですよね、常磐線経由で東京上野から仙台の方に行く特急列車ですね。俺も乗りたい。もういいな。これあれですよね、その2011年の震災の後に常磐線1回途切れたんですけど、今年の春に晴れて全部復活して、はい、それに合わせてこの特急も復活した感じですね、仙台行きっていうのが。だから結構長い旅路ですよね。ここ書いてありますけど4時間半特急列車で終点までかかる感じです。いや乗ってみたいよね、みんなね。これは乗りたい。でもね、すごいやっぱ速いの、多分ね、100キロ前後でずっと行く特急だから、これを4時間で行っちゃうってのは僕すごいと思いますよ。あ、本当ですか。今日たまたまその出張で、その3連泊するときに出張で山陰線とか久しぶりに時刻表見てたら、うん、スーパー沖って山陰線鳥取まで5時間半かかるのとかって思うときあって、多分ね全然やっぱ遅いんですよね。スーパー大きいはやっぱり機動車でね、うんうん、こういう速いのもいいしね、ゆっくり行くのもいいし、なんかね旅したい。皆さん
4連休はどっか行くんですか？ねえ、どうなんですかね。ねちょっと止まってきて、コメントが止まった。大体こうやってね、聞くとお決まり、うん、僕が聞くとお決まりでこうフリーズするのはいつ、あの定番化してください。皆さん一回フリーズしてください、逆に。その間にしげちゃんが次の画像に感じですね。そうですね、パッと出すっていう、はい、これはすごいですね。あ、これせいやさんです。せいやさん、ちょっと時刻表の表紙みたいな、うん、新幹線めっちゃ並んでます。だからアーヤンの言葉を借りて言うと、やっぱり N700 ってフォルムいいね。フォルム、フォルムいいよ。あ、エアロダブルグイング。私これがあれですよ、あの N700S スーパーのやつで、うん、東京に行こうと思ったんですよ、この間生放送出していただいた時の、うんうん、行こうと思って調べたんですけど、うん、やっぱこれまだ初心者だなって思うのが、予約したのにその日その時間に来た車両は普通ののぞみでした。あ、それは運用変更があったとかですか？ではなくて、何ですかね、わかんないんです。でも当日予約したんですけど、うんうん、なんか情報ミスだったのか調べ不足だったのか、なんか買いました。確かに時刻表だとわかんないかもしれないですね、今。うーん、そうなんです。だからまた乗りたいなと思ってます。多分これからなんか本数増えると思うので、東京来られる時多分乗ることできると思います。乗りたいね、うん、乗りて、俺も乗りて。斉藤さんが待って、 N700S の S がスーパーだったとご指摘、失礼しました、スプレームですねこれ。ごめんなさい、もう日本語が弱くて。あ、大丈夫です、大丈夫、間違えちゃった。私もよく失言するんで大丈夫です、すいません。皆さんにも皆さんも同じで、僕らも同じで、アイアンもしげちゃんも俺も同じなんですけど、うん、アイアンもあっちもね、そんなぬるいですよ、逆に言ったら。そのぬるいですよ、僕から言ったら。もう僕なんかもうこっちの鉄道チャンネルのニュースとかの間違えたりするとですね、皆さん知ってますか、 PV 数が1000超えないのにクレームが4000くるんですよ。それすごいでしょ。PV 見てる人が1000人しかいないのにクレームは4000来ますからね。ありがとうございます、本当に。なんか今日ちょっと半蔵門テンションがあれですね。本当だ。じゃあ写真の方戻っていきますね。これ長野電鉄の特急の湯煙号ですね。すいません。みんなコメント早いですね。とりあえず足柄さんです。はい、足柄、とりあえず。とりあえず足柄さんです。とりあえず足柄さん。ちょっと雪がちらっと舞ってる感じですね。なぎゃでん、これ、にゃがでん。綺麗ね。長電のこれってなんて、湯煙でしたっけ？湯煙ですね。綺麗ですね。綺麗ね。すごいの来た。これが山田稲荘さん。山田稲荘さん。DD51。すごい。51もね、もうなくなっちゃうから、今のうちお好きな人は、ね、そうなんですか、ね、なくなっちゃって、まだまだでいいと思うんですけどね、数少なくなっちゃうんで、うん、見てみたいですよね、10連とか30連とか、うん、ディーゼル機関車だから迫力もありますね、また違った。本当です ね、 ね、ブルビュンブルビュン。あ、小葉さん次行きました。これ吉井県鉄道さんかな。吉井県鉄道さん、これ多分東急田園都市線の中央林間駅に入ってる東武車両って感じですかね。あ、半蔵門線もこれ入る車両ですね。で、なんかこう次龍ヶ崎線。岩堀宏介さん。岩堀さん、これ、ね、また関東鉄道って言って茨城ですかね、はい、を走ってる私鉄の龍ヶ崎線っていうところのこれ車両になりますね。よく元気で走ってますよね。確かに、本当です、ね、120周年って書いてますね。機
感謝がヘッドマークついてますね。あ、これ龍ヶ崎線か。ごめんなさい、すみません、龍ヶ崎線ね。いや、龍ヶ崎線じゃないですよね。これは関鉄本線ですよね。上総線ですよね、今ね。あ、これ上総線ですか。ね、え、いや、ちゃいます。これ龍ヶ崎じゃないですか。へえ。あの左に柱に映ってるあの行く先のやつがちっちゃい短いじゃないですか。2駅ぐらいしかないやつなんで。あ、駅名表も龍ヶ崎になってるわ。何や。最近ちょっとここ駅名が変わったりしたところですよね。今この車龍ヶ崎線にいるのね。ここもなんか車内にですね、コロッケのつり革ができたり面白いとこなのでおすすめかもしれないです。なんか沿線がなんか B 級グルメでコロッケかなんかを売りにしていて、つり革のこの部分にコロッケを全部つけるんですよ。えーえーえーはい、あ、そう、多分可愛い系の車両になるかなと思います。え、あ、本物じゃですよ、コロッケのこういう何ですか、サンプ、食品サンプルみたいなのつける感じです。じゃあこうはできないんですよね。あ、こうはできない、こうはならないですね。今やると問題ですね。すいません、すいません、すいません、いつもこんな話ですいません。お、次四国、はい、ららららららら、松尾茂さんです。松尾茂さん、これは下灘駅、四国の海に近いところですね。名所ですよね。これも JR、あの時刻表のね、表紙になるような、あのもうプロカメラマンが行くとこですよね。そうですね。必ずね。そうで、みっちゃんさんコメントくださってますけど、これ伊予灘物語っていうやっぱりレストラン列車でして、まあ、車内でご飯食べれる系ですね。名所や。いいな。そう、なんかさっきからちょっとちょいちょいレストラン列車走ってきますね。本当ですね、はい、まだお腹すく時間なので飯テロです、これは。確かに6時45分、今飯テロの時間ですね。本当やあこれも飯テロ。いや、これ違う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 ですね。これが大輝さんから。大輝さん、お、これあの JR 東日本で走ってる検測車って言いますか、車両、線路の整備とかに使われる車両ですね。え、これも飯テロですか、みんな。イースト菌。あ、うまい、うまいなあ、久保さん、うまい。これ名前がイーストアイって言うんで、そこからですね。ユーマさんもうまい。ユーマさんがイーストイン、久保さんがイーストインって書かれてますね。うまいなうまい。あ、すごい、アイアンから丸が来ましたね、今。すっきり、あ、アイアンも丸入れちゃいました。うまい、うまいなぁ。めっちゃ広島来ました。これが竹小山優也さん。滝小山優也さん。ここかは広島方面、うん、これあれですよね、広島カープのラッピングってことですかね。ちなみにアーヤンはタイガース戦の時って対戦相手はどこが一番やっぱり燃えるんですか、はい、そこあります、差はあります、やっぱジャイアンツ。見えない、まあ、ジャイアンツはあんまり今は見たくはないですけど強いから、ね、やっぱもうかなわないんで。でもやっぱカープ戦とかは本当にカープが優勝されてからは本当に甲子園球場が満員になっちゃうんですよ。いつもなんかこうビジターの方たち、甲子園のホームじゃないこう乗り込んでくるチームのファンの人って、うん、こう外野の本当一角にいるんですけど、うん、中も全員タイガースファンみたいな感じだけど、うんうん、もうカープだけは全部ビジターが埋まります。マジか。なんかさ、もうさ、あの頃が幻だよね。もう、あんなに盛り上がってさ、なんで隣とこんなんなってやって、こんなんなってやっちゃうじゃない、最後で、最後一緒に行こうぜって俺いいとこ知ってるから駅前にとかつって飲み行っちゃったりしてましたもんね。神宮でも、ね、広島でも甲子園でも。幻だな。あ、次埼玉行きました。これ野崎幸太さんです。野崎さん、これ埼玉の 鉄道博物館の中にあるやつですかね。かわいい、かわいい。何これ、こんなデザインあるんだね。鉄箔にだけあるってことですかね。これ鉄箔なんだ。膜が鉄箔って書いてありますね。洗剤みたいなパッケージなんだな。
なんだろう。洗剤。提供が顔、提供が顔とかなのか。うん。私なんかミュージックビデオアイドルの時代の、うん、デビュー曲とかは鉄板ミュージックビデオを撮ったんですよ。へえ。でもそんななかった気がします。じゃあこんな可愛い車両あったかな。じゃあ新参者って感じですかね。あ、うん。ですかね。それ。可愛い。それ以前にアイアン MV 出てんの？もともと鉄道のアイドルされてたんですよ。それ見なきゃ、それ。それ今流れます？今パッて切り替えられます？いや、ちょっと今こっちにね、あのすいません、あのしげちゃんこっちに睨んでますから出るわけねえだろ準備ねえこと言うんじゃねえっていうの、こっち見てますから。さあ続いて鈴木秀一郎さんでございます。秀一郎さん、これどこだろう。切り、これ何に、これは名古屋じゃないの、明治村。本当だ、静間さんから明治村って、まさゆさんも、ね、あ、そうか、明治村に行ってこれ乗れるってこと、豆記者的な感じですかね。はいはいはい、いいですね。うん、どんなのよく走らせてるよね、これ現役でね、うん、行ってみたい、うん、京都でも、うん、あの京都の鉄泊で乗れるんですよ。あの1キロぐらいかな、運行してくれるんですけど、うん、それがすっごい好きで、ああいい、ね、たまに行くと一人で乗ってます。あ、いいな、このガタンゴトンと思いながら。ああいい、ね、このガタンゴトンですね京都で SL 乗ってるアイアン見たらちょっと手震えるよね。梅小路にいる感じですか。もうちょっと手震えるわ、もうどうしようって感じ全然一人でおりますよ、ちょこちょこ。目撃情報がそのうち寄せられそうですね、鉄泊、京都の鉄泊から。はいはい、ということで LINE、はい、いただいた写真をちょっとお送りしてきたんですが、ちょっと早めに。